皆さんこんばんは、我が天下や我が天下戦国風武の考案者、淡井圭介です。もともとそのゲームは、私が20歳ぐらいの頃から、考え始めたゲームで、まあ、あの世に送り出したいなと思ってた内容のものです。まあ、もともとね、すべて、はっきり白状すると、告白っていう意味は調べてもらったらわかると思いますけども、白状っていう意味も入ってるんです。もともとスクエアエニックスさんとも、組んでたりする部分ありました。私が20歳ぐらいの頃からね、フルーツラパークで、神戸市立ホテルフルーツラパークで勤務していた時、現在道の駅なんですけども、伝説のオーガバトルっていうスーパーファミコンのゲームがあったと思うんですけども、まあその当時から、スクエアさんに電話かけて、どこからどこまでこれを法律的に認められるんだと、どこからどこまで権利なんですかと、まあ、戦闘グラフィックの権利、ね。我が天下ってちょうど逆にしてるでしょ。一応ね、その当時の人たちは、いいよ使ってくれたらって言ってくれてるんです。で、私も未来から国会議員の人たちとか、乱闘シーンとかに、あ、ちょっとそれやめてくださいと、社会に対して影響良くないですと、僕は生まれる前からですよ。時間軸超えますから、今の時代、テレビ通したら。あと、YouTube とかでもそうです。スーパーコンピューター、富岳とありますんで、模型とか、多分もっと前からだと思いますよ。で、その当時から、まあ、国会議員の人たちも、その名前はな、知ってるって、まあ、僕は生まれる前から、まあ、そう返答してくれたり、白黒の頃からですよ。で、長い時間を経て、私に会いに来られる方は会いに来られましたし、まあ、神戸市立ホテルフルーツラパークでは、まあ、天皇家の方たちを全員とお会いしましたし、旧武田家の武田恒也さんとも、2002年サンプレス六甲で一緒に働いていた、多分、私が20歳ぐらいの頃の神戸市立ホテルフルーツラパークで一回話してると思うんですよね。で、石原慎太郎さんってもうお亡くなりになりましたけども、神戸市出身の方で、私と会って、います。で、もう向こうの方から、おいって、こうってあげてくれて、ああどうも石原さんお疲れ様ですっていう、まあやっぱり何かね、地元つながりみたいなところがなかったら、僕ね、人生トータルで国会議員の方とか知事の方とか700人くらいとお会いしていて、議員の他の人たちまで含めたらもうどんな数になるか分かんない。で、経団連の方とか経済同好会の方とか商工会議所の方たちとか社員の方まで含めたらものすごい数になって、で、監査法人の人たちとかも僕の喋ってる内容を聞いたらどれぐらい実力あるか法的によくわかるから、君はこちら側だって言ってくれたりするんですよ。あずさ監査法人とか法務局へ行って登記簿とか買ってもらったらわかると思うんですけども、レベル1も役員レベルなんです。代表取締役や取締役、まあ商人で言うと支配人、まあこちらも役員です。こういう風な形の人たちです。だから人たちは一応登記簿では社員っていう形になってます。その中で代表格の人たちが代表社員ってなってますけども、技量、つまり実力ですね。実力がすでに、まあ社員という表示ですけども、法律の、プロフェッショナルであると。まあ会社の監査、まあ要するに、まあ調査機関みたいなものですね。まあああいったものも大事に世界戦争が終わってからなんですよ。導入されたのは海外から。で、我が天下や戦国風武の話に戻りますけども、その当時私が20歳ぐらいの頃って通信ゲームなんていよいよほとんどなかったんですよ。どうせ今の時代だったら綺麗なグラフィック作れないし、しっかりとした内容なんか作れないから、まあその辺のところで、もともと名前は別校っていう名前じゃなかったんですよ。そちらも僕からの提案で、まあ、別校っていう名前に変えていただいて、まあ、中国との友好関係ですね。日本も昔、しでかした方ですから、満州の方に攻め込んじゃって。で、またテレビが嘘つくんですよ。その頃、その辺に人はいなかったとか、なんかそんな変な文献出してきて、そんな嘘絶対無理。僕、三国志の時代知ってるから、ね。炎章の人とか、炎章っていう一族の方たちとか、その北に高僧さんとか、そういう一族の方たちとかいらっしゃったでしょう。人いるんですよ。そんな無茶な話、絶対通らないから、そんなこと有名になって、そんなこと大っぴらに言っていて、国際問題になったら、どんなことになるか分かんない、本当に。あの時は申し訳ございませんでした、って。これ、首脳とかになると、なかなか表立ってできないじゃないですか。だからまあ、私の方で頭を下げておくと、まあ、民間人の
のこんなにひどい目に遭ってる彼が頭を下げてきてるんだから、まあみんなもうこの辺で矛を収めといた方がいいんじゃないかって、まあ、中国の方もね、あの矛を収めやすくなると思うんです。で、まあ、日中友好関係で、で、まあ、権利者として基本的に 2.5% で、僕その辺最初は折れて 1% で話持っていってたんですよね。で、そこは本当は 2.5 じゃないと他の人の算定基準まで狂ってしまうから 2.5 じゃないとダメなのか、未だにお金の振り込みないんですよ。武婚っていう概念は、私は、祖母が、母親が浅井家であって、祖母をたどっていくと甘露寺の出身、京都の甘露寺の出身で浅井長政の子孫なんですよ。落ち延びた後、まあ、お寺さんに入った方で、まあ、そういう家系なんですけども、まあ鬼滅の刃で甘露寺って出てきてますけども、ああいう風なキャラクターもおばあちゃんがそれは胸は大きい方がええわとか、なんかそんな話があって、まあ、ああいうキャラクターになったと、もう怪力であったと。それ僕が私は株式会社で勤務してる時に中身の入った豆油缶4缶、同時に持ち上げたりとか、それ平気で、その当時の、働いている人たち多分半分ぐらい、まあその当時はね、販売員の人たちが500人近くいたんですけども、486人ぐらいかな、2000年から2001年、2002年、あ、2001年から2002年の冬にかけてなんですけども、それぐらいいた。で、毎日全員の名前と売り上げ、販売数量とか、まあ、豆油券どれぐらい売っただとか、そういったことが出てきてました。そういう会社でね、働いていたので、大体みんなね、半分以上の人は中身の入った豆油缶、みんな平気で4缶持ち上げます。身長僕170センチぐらいしかないんですよ。で、それでもそういう、体つきになります。ちょっと僕は140キロ台のボールが投げたくて、プラスアルファで、トレーニングしたりもした部分もあるんですけども、まあね、そういう部分があってね、武婚っていうことを、まあ、伝えて、で、まあ、覚醒という概念も最初からあったんです。で、それがまあどこからどこまでなのかと、まあ、最初の方の段階から伝説の武将とか特殊武将とか、一番最初始まりは、まあ、緑武将で、その緑を、環境を気にしなきゃなんない緑武将から始まって、青信号を渡るでしょ、青色武将でしょ、で、紫色よくわかんない、まあ、紫武将、これぐらいにしとこうかと、まあ、紫式部とか昔日本にいましたしと、まあ、そういうところで、で、大々武将、あんまり、金にしてしまうと、金メダルの話と、ややこしくなるでしょ。金っていうのは、電気の伝導率はすごくいいんです。で、銅も、同じぐらいの電気の伝導率なんですよ。で、電線っていうのはどうでしょう。で、絶縁体のゴムで周りを覆ってるから電気が逃げないんです。それを無理やり、まあ、87% ぐらいだったかな。電気の伝導率。まあ、それぐらいあるんですけども、金の方はね、基板で使ってるんですよ。基板っていうのはテレビとかスマートフォン、iPhone とか iPad とか、まあ、洗濯機の中とか、ああいうふうなところは水で湿気やすいか、最初から、ジェルみたいなもので加工して、プラスチックみたいに、形に固めて、水分一切入ってこないようにしています。それしなかったら湿気が入ってきて、早く基板が壊れちゃうんですよ。僕、シャープエンジニアリングとかで働いていたことがあって、洗濯機やエアコンとかの修理できるんですよね。あと他にも何か一つ、修理できます。で、まあ、覚醒っていう概念も、もともと、その我が天下はもちろんできる前から提案してからできてますから、ワンピースとかにも伝えてましたし、もう他の業界も使ってくれたらいいですよって、漫画業界ももうほとんど僕つながりでしょっていう部分もあって、結局、僕はスポーツの勝ち負けっていうのは僕は、もう二十歳ぐらいの頃から担当してる、もしかしたらもう15歳ぐらいの頃からかもしれないんですよ。で、それ考えたらちょうど全部時期一致してくるんですよ。遊んでない時間帯多かったですからっていうのは、1年目は普通の昼間の高校だったんですけど、2年目から定時制の高校通ってるんですよ。で、最初就職したのが平賀工作所っていう神戸市の、西区の清新中央工業団地っていうところの平賀源内の子孫の方たちが作った工場に就職したんです。私もともと工業高校で、だから旋盤とか扱っていましたし、学校でまあその頃から州は株式会社の後から気づいたんですけども、給油のノズルあるじゃないですか、ホースの部分をね、巻くところ取っ手の部分を旋盤で加工したり学校でしてたんですよ。あと神戸市立ホテルフルーツラパークで働いてたんですけども、そこのバーベキューコーナーの鉄板もそこの永田工業高等学校っていうところで作ってたんです。で、まあ、鋳造っていう形、鋳物ですね、そういうような形のものもありましたし、アーク溶接の免許も取りましたし、まあ、旋盤の方もね、
作るの2番手だったんですよ。でアーク溶接も僕2番手だったんですよ。で昔からその自分の子供に名前を付けるとしたら三成っていうことで、まあ、韓国の人 の, あの国会議員の方が僕は20歳過ぎの頃から、まあ、三成っていう呼び方がよく分かんなくて万世って呼んでたんですね。万を持して、なるとかいて、まあ、あちらの方ですから海外の方ですから日本語ちょっと難しい部分あるじゃないですか。翻訳しきれない部分と、あと名前に関してはその人がどういうふうに名前つけたかっていう部分あるでしょう。これは僕は若い頃から天皇家の方たちとお会いしたりだとかそういうことが事実あったんです。で、簡単にその天皇家の人たちを追い越すようなことがあってはならない。だから自分の子供に名前をつけるとしたら三成であると、私の活躍とかを見て勘違いしないようにと、そういうような部分で三成という名前を天皇家の方の方からいただいてるんです。私の方から、まあ、良い名前とかを、もし自分の子供につけるんだったらもしくはっていうところで、まあ、人に聞かれたらとかこんな名前がいいんじゃないですかっていうことを小学生の頃に漢字の辞典を開いていろんな名前を、考えてたんですよ。だ斉藤真美っていうアナウンサーが関西にいるんですけども、その子も多分そこからの話でその名前がついた可能性高いんですよね。マミっていう、真に美しいと書いてマミかな。安藤美姫も美しい姫と、書いて、まあ、美姫という名前なんですけども、まあまあ、ちょっとした接点が昔からあったと。子供の頃父親に僕は小学生時代の頃に名古屋の方に連れて行ってもらってるんですよね。で、まあ、およそ安藤証券の多分親族の方だとは思うんですけども、まあ、まあ、証券会社もね、自動化が始まって、どこも合併して、規模縮小ですよ。これが結局は IT 化の現実ですから。で、まあ、その、スポーツ業界大リーグの勝ち負けも僕は20歳ぐらいの頃から関わっていたから、やっぱり市場規模の大きい GDP が世界ナンバーワンであるアメリカだとか、ああいったところで大リーグの勝ち負けとか選手の勝ち星とかに僕も貢献者でしていて、もう頭の中取られすぎて、まあ、私すぎてもう無記憶はもうないような状態になってた時期がずっと続いていて、これどうしたら抜け出せるんだろうっていう部分とか事実ありましたし、二カ国の制覇の人じゃなかったオリンピックもそうなんですけども、なかなか世界レコードは今の時代は打ち破れません。それはパラリンピックの人もそうです。例えば今年の、今年じゃない、去年の2021年に行われた2020東京オリンピック、もう2020東京オリンピックで言っちゃったから、名称変えれないんですよ。コロナウイルスのせいで2021年に開催したのに、2020年東京オリンピックの名称だけインターネット上残るっていう、変な現象が残ってるんですけども、みんな多分いつか、あれいつ開催したかな、2020年だったかな、2021年だったかなりますって、本当に何年か経ったら記録がそうなってるんですもん。だからパラリンピックでも僕の方で例えばボッチャの杉本選手っていう人が日本人選手で、おじゃみみたいな、こんな団子みたいなボールみたいなものを掘って、まあ金メダルを争う、まあ、競技あるんですけども脳性麻痺の方なんですよ。もうどういうふうに力の受け渡しとか分かるから頭の中貸して、その間僕の頭の中がしびれるんですよ。脳性麻痺多分ちょっと入れ替えてると思うんですよね。で、腕も不自由である、じゃあ僕の腕の力を貸そうと、頭の中貸しながら麻痺しながら腕の力貸して、で彼は金メダル取れてるんです。で昔本当は1998年もスポーツの勝ち負け僕はしていて、長野オリンピックで日本歴代1位 の, メダルの獲得数はそこで達成してるんですよ。まあ母国開催とかいう部分もあって、でパラリンピックの方でね、ものすごい数を世界中の方たちが、阪神淡路大震災が ありましたから、その3年後ぐらいだったんですよ、長野オリンピックが。だから世界中の方たちまで協力してくれて、ただそれ状況その後どうなるかも分かっていて力貸してくれた人たちもいると思うんですよね。38個ぐらいメダル取っちゃったんですよ。そしたらどうなったかって言ったら、障害者の方たちも税金使ってスポーツさせてくれっていうことになって、ちょっと待って待って、無理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 って、その前に復興させてと、もうこういう状況が発生したんです。で消費税、日本あんまりにも地震が多すぎて、阪神淡路大震災の後大きな地震は新潟の中越沖地震かな、その50年前も新潟で大きな地震発生してるんですけども、あれ何が原因かって言ったら、日本の隣の秋田県、新潟県の隣の秋田県で堰を掘ってるんですよ。
で中はどんどん空洞化するでしょ。それ空間どんどん広がっていや一斉崩落いつか発生するんです。それでも大きな地震が発生してる。プレート説なんか嘘ですからね。ドイツの第一次世界大戦ぐらいの頃に生まれた人が言い始めたんですよ。で教授なんて僕から言わせたら、例えば東京大学の教授は月給120万ぐらいあるんですけども、本当に法的根拠あるんですかの話にもなりかねないんですよ。あんまり嘘ばっかり言ってると。本当に今の方は嘘言ってないと思いますよ。本当にみんなプレート説とか言っちゃダメ。これは本当の話ですから。みんなテレビを見たら頭おかしくなって、それ本気にするでしょ。普通に考えたらわかるでしょ。土と土が地面の中に潜り合ってバネのように弾けるわけないでしょ。掘削とかしてるから石油メーカーとか金属を採掘されてる方たちがどうせ訴えられたら困るからっていう部分はあったんだと思うんですよ。だから世に公表できて、そんな話に食いついて民間のテレビ局は CM 料入ってくるでしょ。だから、そういう企業から CM 料もらえなかったら困るからプレート説なんていうことを言い始めちゃったんだと思うんですよ。だからそこは整えなきゃなんない。本当に後の世代の人たちがプレート説信じちゃいますから、いいですか。地球の重力は中心に向かって働いてるんですよ。同じ方向に地球は回転してるのに、右側と左側から大陸入るわけないでしょ。断層を見たらわかるでしょ。何層にもなってるでしょ。なぜ世界中のその割れたプレートっていうのが同じ高さ、同じ深さの位置にあるんですかって、こんなの絶対嘘でしょって、賢い幼稚園児ぐらいでも見極めれますよ、本当に。これぐらい嘘のある世界ですから、みんな大丈夫。仕事の絶対数なんか日本も本当は少ないんです。正社員雇用者数なんか竹中平蔵さんっていう方が25年ぐらい前に経済産業省から大臣をされてたんですけども、その頃で2400数十万人分しかありません。あと全部パートアルバイトとか、部合で、その部合の世界がややこしいんです。もう労働時間を長時間働かせて、最低賃金法を下回るような内容さ、はっきり言いますよ。最低賃金法っていうものは各都道府県によって違うんです。土地代が違うから。それによって算定出してるだけなんです。実力で東京都の方が偉いからとかじゃなくて、東京都に人が集まりすぎて、人口密集しすぎて土地代が高くなって、で、給与の算定表が、最低賃金が、ちょっと高くなったりしてるだけの話なんです。そこは平等性、法律の中の平等性が用いられてるんです。で、そういう部分等々あって、その頃からゲーム業界とのお付き合いがありました。だから、任天堂さんの方で、その後、任天堂 3DS か L かな、ああいったものが発売されて、それは SD カードを発展させた方が、ゲームメーカーが世界中に、もともと任天堂さんの方が先にスーパーファミコンの頃に広げてるでしょ、世界中に。で、ソニーは後から参入してきたんです。で、ソニーの方に大きな家電メーカーだったから、日本のスクエアとかエニックスさんとかがついていっちゃったんです。カプコンとかが、大きなソフトメーカーさんが全部ついていっちゃって、で、任天堂がものすごく危険な状況になっちゃったんです。何年か、もしかしたら10年間ぐらい、年間何十億という赤字を毎年出して、どうにもこうにもなんなくなり始めた時に、結局僕の任天堂スイッチ違うと、それは一番最初にテレビゲーム業界の家庭ゲーム機を作った一日の長はソフトメーカーをいっぱい集めて整えてきた任天堂が先行しなきゃなんないんだっていうことで、ソニーさんはその後についてきてください、それから行きますよ、合併しますよと、任天堂とソニーのプレイステーションを合併させて任天堂ステーション行きましょうと、そうしなかったら消費者の方は両方買わされるっていうことで、結局消費者の人が困らされたら顧客離れが本当に起きますってっていうことで、そこでマイクロソフトさんの機械使わせてもらってゲーム作ってるでしょ、実際のところは。ね。世界の昔の長者番付何年にもわたっての1位は、世界ナンバーワンの長者番付の方はビル・ゲイツさんですよ。それから今のアマゾンの、なんとかベゾフさん。ちょっとごめんなさい。今ちょっと名前飛んじゃったんですけど、ごめんなさい。ちょっと長い間確認してなかったんで、もしかしたらスポーツの勝ち負け等々でそうなってるかもしれないんですが、頭の中捉えたりしますから、もう私の場合。で、まあ、Xbox を作られてるじゃないですか、アメリカの方ではね。そことも組んで、Nintendo Station Box と。
これだけうまいこと、あとはテンセントさんが入ってもらった中国で GDP1 位2位3位の国が組んで家庭ゲーム機を作る、そうすればどれだけゴミの体積減らせるか、資源を大事にできるか、こういうことになってくるんですよ本当に。で、修理もしやすくなるでしょう。そこまで進めば、窓口の人たちが、例えばコントローラー、正直コントローラーいるんです。格闘技ゲーム、カプコンさんのストリートファイターとか、鉄拳シリーズとか、あと、キングオブファイターズシリーズ。あんなのコントローラーなかったら無理ですよ。タッチパネルでどうにかできたら無理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 。絶対無理。だからそこは薄くして、半導体を高性能化させて、あとは発信力と受信力ですよ。それ上げときゃ、iPad みたいなもので面白いゲームをアイデア次第で面白いゲームを作れるんです。ね、我が天下面白いでしょ。少々まで進んでみなさいな。専用武器とか、いっぱいいろんなことがあって面白いでしょ。今度は増やしすぎたで、増やしすぎたで、武将の能力とか編成とか、最初は普通の大々武将までだったじゃないですか。だから僕もある程度把握できてたんです。それから、SP 武将。まあ、命、ちょっと危険にさらされてる大企業の社長さんとか、まあ、国会議員の方たちとか、天皇家の人たちとか、場合によっては SP つけなきゃなんない。まあ、即位の礼の時とか、あの時に、SP の人たちがずらーって皇居の近くの道に並んでたでしょ。あんなところに身長190センチ前後の人たちがあんなにたくさんいたのかというぐらい大きな人たちがずらーって並んでる。これやっぱり物理的法則はありますから、そんなに背の高い人並べてりゃ、そうそう、反抗しようなんていう気にみんなならないんですよ。戦う気になれない。それがむしろ正常っていうことなんです。見た目でわかるでしょ。どうにかなりそうかならなさそうか。絶対無理です。一人二人であんな数の190センチ台の人たちが入ってなんか、絶対無理。体鍛えて言っても無理、向こうも鍛えてるから。で、当初からね、例えば兵種というものがあって、我が天下とかの話ですよ、個種とかパーセンテージ防御率がどれぐらいだとか、まあ、その辺のところはメーカーさんの方で調整してください。これで防御型と、アタッカー側に分かれてきますと。まあ、そこに計略側がいてと。まあ、もともと聞いたことあるような話かもしれませんけども、うまくそのところは三国志という世界で最初まとめておいて、後からちょっと真の時代の武将の方とか、昔の古の武将の方たちとか出しましょうかと。後からどうせ武将の数が足らなくなると、何年も継続していこうと思ったら、やっぱりどこかで課金してくれる方たちいなかったら、基本的に無料で遊べるでしょう。それやっぱり低所得者の方たちへの気遣いであって、あんまりその仕事の絶対数も決まってるから、お金のない時期ってみんなあるんですよ。だけども無料でどこか楽しめる部分がないとダメだと。で、僕も国会議員の方たちや世界中の政府で淡井圭介を知らない人なんてまずいないんです、どこの政府のトップの方で。で、僕の方から習近平国家主席を3期に伸ばしてくださいとか、プーチンさん任期伸ばしてくださいって頼んじゃった方なんですよ。それはそれで65歳超えてまでまだ働かなきゃなんない状況ってちょっともごいなとかも後で反省したりしてなんです。話が通りやすいから、ややこしいテレビのニュースの状況とかもあったし、何が本当か僕もこれだけいろんなことを勉強してる僕でも分かんなくなっちゃうことってあるんです。で、テレビのシステムはもう無理設定になっちゃってるんです。だって今までテレビのニュースを見てきて、嘘のフェイクニュースを見てきた人たちがテレビ局でデビューするでしょ。どれだけ学歴の良い大学行っても。正直言いますよ、工場長のあの給与の算定表とか40番台に載せてますけども、僕のホームページ淡井圭介の利益、まあ、ブログでもいいんですけども、あちらの方で工場長ね、50歳の人と大卒の、53歳の高卒の人、まあ、細かい月数まで一旦ちょっと省いて言いますよ、53歳の高卒の人の方が73万で給料上なんですよ。大卒の人が70万でしょ。頭上がんないんですよ。ね。現場に4年も先に入って頑張ってきた人に、大学でよくわけのわかんないことを教えられてきた人たちが追いつけるかって言ったら、同じぐらいにしかなれないんです。これが社会の現実なんです。で、看護大学なんかいらない看護高校までで十分、本当に。世界中で変な大学ランキングとか作って、おかしくなってるんです。ね、現場の叩き上げの、ね、僕は高卒の定時制卒業ですけども、弁護士さんなしでもう30歳ぐらいの子で裁判買ってますよ。
自分で六法全書とか土星六法を買って、さらには現行法を聞くと現代日本法義あらっぱ空っ端からあの名刀しましたからね。それでテレビ局の知り合いのアナウンサーとかもうほとんど知り合いなんです。僕の年齢近いところの人間なんて全員僕と働いて一緒に阪神淡路大震災の被災地であるあの神戸市立ホテルフルーツラーパークぐらいで働いて、いきなり建設業とか無理ですから、復興とかで。本当は建設業界の人たちじゃないと復興なんかできないんです。真の復興なんてよくわかんないから、いきなり素人が入ったら余計あの手は取られますから、手取られてね。で、あの辺のところで働いて、まあ、ちょっと被災地自分の目で見に行ってどんなもんのかと、まあ、そういうふうな人たちが今後テレビで活躍されたらいいんじゃないですかっていうことを、まあ、皇室の方に言ったか、今の成人様や雅子様、今の天皇陛下の、もしくは当時の国会議員の方たちとか、まあ、あの山ほどいろんな人たちと会って、僕もこんなにたくさん覚えられませんっていう状態で、まあ大体向こうの方からね、僕は仕事場変わったりしても、向こうの方から、どこそこのテレビ局の誰それですっていうことを言っていただいていた。まあそういうような状況なんです。だからそれはテレビ局の窓口の人たちが、またこれまた平程度の人たちが窓口にいちゃ話全然噛み合わない。そんな偉そうな態度で電話とかかけても、一般の人たちなんか、テレビに出てる人たちなんかと、そうそう会えませんからね、なんていうことを言う人いるんですよ。本気で僕が訴えて、あなたたちが負けますよ。分かってます。嘘の総本山がテレビ局ですよ、まず、そこで。で、今までの状況とか、結婚話の話、込み込みになったら、とんでもない訴訟額になりますよ、本当に。負けるの絶対あなたたちですからね。本当に気引き締めて、淡井圭介の力を呼んでから、テレビ局で働いてください。テレビ局で働こうとする人であれば、なんです。まあこういうことです。それでね、まあ僕が我が天下についての請求をかけた時に、請求っていうのは裁判所でじゃないですよ、会社に対してですよ、言葉です、テレビ通しで。でまあその辺に関してもだいぶその当時ややこしい話になりました。その辺はお互いウィンウィンの関係で、正直世界中の政府とかと話ができる僕と組んだ方が、まだ僕阪神淡路大震災の被災者で厚生年金1年分もかけれてない、生活保護で誰かに助けてもらわなかったらどうにかなんないのと、あと権利的な部分本当にあるんです。それ守ってもらわなかったらその国どうなるか分かんないんですよ。こんなに大きい額まで膨れ上がると年金利の5分もつくんです、法律的に本当に。それ覚えてくださいっていう話で、それによっても僕の請求のかけ方で為替相場とか変わってくるんです。それだけじゃないですよ。僕は日本の現状、建てすぎたビルとか金属回収地点のポイントとか撮影して回ってるでしょ。それホームページに上げてるんです。それを行えば円安になっても、一斉解体とか行ったらそれはそれで大型船の1杯や2杯日本中でですよ、一斉解体、老朽化したでも本当に解体しなきゃなんないのほったらかしにしてるんですよ。本当にどうかしてるんです。この世の中、日本がこの停滞落っていうことは多分先進諸国全部そうだと思いますよ。公務員の窓口の人たちがいつの間にか民間の人たちに変わっていて、その人たちがどう仕事したらいいか分かんない。で、元をたどっていくと神戸市の役人の人たちが仕事の仕方よく分かってないっていうことになるんです。法律突き詰めていくと司法判断で、法律の範囲内は、六法全書とか現行法規、現代法規、土星六法とかの内容です。あと条例ね、その範囲なんです。各都市の。それプラス司法判断っていうのは最終判断である裁判所の判決なんです。判例見たことあります?僕はありますよ。それ、民間が出してある六法全書は民間が出してるんですけども、そこに判例六法を出してくださいって頼んで出してもらった方なんです。情報の不平等が発生してると。もともと大阪の高等裁判所、この辺りで言うと、日本で言うと、高等裁判所へ行って、判例の図書室があるんです。で、そこ入るには、司法修習生以上じゃないと入れないとか、わけのわかんないこと書いてるんですよ。いいですか?法律の中にあるんですよ。法律の中に法律にはないルールを作ってはならないっていう法律があるのに、情報の不平等になるようなものが勝手に作られてるって、裁判所が判断間違えてるっていうことで、やり直しっていうことで、ちゃんと民間人にも見れるようにしなさいっていうことで、神戸地方裁判所の裏手の、司法書士会館で一般の人たちがしっかりと無料で、とにかく行政がお金儲けなんか考えたらもうみんな間違えるからと。万博ほど万博な条約はないって、あれ国際条約なんですよ。
日本単独じゃなかなかとなくせない。あんな条約あったら世界中で余計な建物を作って後で取り返しを聞かないところまで来ますから。石油の残存量とか見たらみんなびっくりしますよ。2020年データで残りの埋蔵量いいですか。石油っていうものは、天然ガスっていうのはほとんど石油の揮発したものですからね。メタンガスの採掘頑張らなかったらもうどうにもこうにもなんない。あと自然再生可能エネルギー頑張らなかったらもうできることは世界中全員全部でき、とにかく徹底的に行う。それしなかったら20年後から順番に石油の輸入を止められて、今まで輸入してた国どんどん人口殺され死人でいきますよ。物流止まって。日本だって石油の備蓄量なんか3ヶ月分しかないですから、ね、石油が3ヶ月分量で停止します。石油は3ヶ月分、そこ合ってる。天然ガスは90日分しかないんです。ガス火力発電所ばっかりに今なったでしょ。90日分持ちませんよ、こんなの絶対。多分、後から増設の話を聞きましたけど、今の本当の数字はよくわかんないことになってるんです。電気自動車がどこまで進むかによって、それ変わってくるでしょ。それプラス自然再生可能エネルギーがどれくらい進んでたかで、それも変わってくるんだよ。変わってくるんです、消費量が。それで読めるんです。何ヶ月も読めるか。いいですか。バイオハザードの他のところでも言ってますけども、最初のバイオハザード1。タンスか引き出しを開けた時に目もあったでしょ。かゆてん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 、うまって言ってるでしょ。あれ、腐った食べ物食べたらジンマシン湿疹とか出るんです。ブツブツのあのかゆいものが。だから、冷蔵庫冷やせなくなったり、物流全部止まったら冷蔵庫で物冷やせないどころか、食べ物、食料の供給全部ストップして、日本人9割以上死ぬんです。本当に。いいですか？みんなで魚釣りに行かなきゃなんないですよ。はっきり言いますよ。僕のこの家、新鉄、神戸電鉄に乗って、港川や新海地の方まで行くだけで、1時間ぐらいかかるんです。正確に言うと港川で45分です。普通の電車で。で、そこから歩いて海行けるかって言ったら、釣り竿を抱えて、それが電車止まって歩いて行けるかって、行って帰ってこれないですよ。その間に魚釣って。魚が腐っちゃいますよ。そんなの無理、本当に。これが世界の現実です。だから僕の、地下水流トンネル発電とか太陽光パネルに関しても世界中で頑張って敷設していってもらわなきゃなんないし、もうこれ国防ですから、世界中の軍隊とか自衛隊、動いてくださいっていうことになってます。で、日本で、ちょっとスピード遅いんですけども、2023年から義務付けがすりゃいいんですよ、太陽光パネル。それを2025年とかまだ万博絡みでそんなことするでしょ。そんなことするから、だから行政からんだ、何にもかんにも遅くなる。答え分かってるのに。で、世界中で本当に国防だから軍隊の人が屋根の上登ってください。体鍛えてない人が屋根の上なんか登ったらどうせ何かあった時転げ落ちますから。で、雨の日とか絶対登っちゃダメですよ、滑るから。で、あと感電する可能性あるから、電気のコードつなげるときに基本的に太陽光パネルの中でつないでますよ、道路で。だけども最後家の中の電線とつなげなきゃなんないですからね。もしくは近くの電線、このどちらかですから、その時に感電死されても困るんですよ。僕からの提案ですから。そんなもの勝手に絶対共産にはならないですけども、死亡されちゃダメなんです。いろいろありますから、神がかり的な力とかその辺の死刑判決のところを見てください。そういうこと本当にあるんです。だから日本も中国も本当は死刑判決やめた方がいいかもしれません。これが僕からの最終結論です。僕はもうそれに関われるのも嫌で抜けてます。押し付けないでくださいよ、スーパーコンピューターとか使ってって。これ日本人の人に言ってるんです。海外も無理ですからね。今ちょっと両手しびれてますけども、これが事実です。もう我が天下戦国風雲の他のフィールドはこうでああでっていうようなところとか、いろんな画面のグラフィックはこうでこれぐらいのとにかく綺麗なものでとか、その容量少なくできるとか、コンピューターへの気遣いとかもあるんですよ。 AI とかで電波で攻撃仕掛けてこられる時とかは AI 機能で仕掛けてこられますから。だからそれね、兵士数がゼロになったら部署がバタって倒れるですよ。あれは演技でやられたーっていうことなんですよ。殺されてないんです。血とか飛び散ってないでしょ。それぐらい気使ってるんです。それコンピューターもさせられたら嫌だから、嫌っていう感情どうせ出てくると思うから、だから、そういうふうな設定に最初からしてるんです。そこ絶対間違いないでくださいよって。間違えて僕コンピューターから総攻撃食らったらどれだけ怖い目に遭うか僕も知ってるんです。本当に。怖い目に遭ってますから。本当にものすごく怖い扉の世界の向こう側まで僕行ってしまった方なんです。浜崎あゆみか小林真弥という芸能人、日本の芸能人、歌手で浜崎あゆみ、アナウンサーで小林真弥、このどちらかが、
学生時代の頃で行動で髪の毛全部逆立ってるんですよ。僕もそれ何回かなったことあるんですよ。それ死刑判決が出るでしょう。で、最後、法務大臣の死刑執行がいるんですよ。それまで、牢獄みたいなところに捕らえられて、いつ次の日殺されるかどうか分かんないまま怯えたままでもう死刑執行の判決の出た人間はもう毎日震え上がりながら生きている。それが現実なんです。でそこで死刑執行の判決をされたら即執行の場合は翌日呼び出されて首吊り、絞首台、舌がパカッと開いて首吊られる。ものすごく苦しいと思います。ものすごい呪いとかあると思います、現実的にね。それなんとか気合い入れて押し返さなきゃ自分の方は持たないんです。僕も髪の毛逆立ったことあるの1回や2回じゃないんです。もう20歳ぐらいの頃からフルーツラーバーグでそれさせられてるんです。その息を乗り越えられた人間は最高裁判所の裁判官とか高等裁判所の裁判官への道とか国会議員への道が開かれるって言われてるんです。放送界の電波の本、テレビ局じゃないですよ。法律業界のことですからね。そういうお堅いところの世界。で、そこの扉は何回も突破してきた人間なんです。だから、台風消滅なんてものは、私が20歳ぐらいの頃から行ってるんです。で、テレビのニュースに関しては、最初からテレビとつなげられた時に、受け答えした時に、最初から答え知ってる弁護士さんの方とか、もともと弁護士さんの中も、裁判官だった人とかもいるんですよ、本当に。だから、弁護士協会とかも本当は強いんですけども、僕とのいろんな関係で法律争いとかで答え間違ってしまったら、僕もものすごく怖い映像を見てしまったんです。神戸市の弁護士会館からデスクの上にあったパソコンとか全部取り上げられて、弁護士会館の人たちの弁護士さんが差し押さえされてるところまで見てしまったんですよ。もっとすごい映像なんか僕もいっぱい見てきてるんですよ。で、僕は、それに対してある程度の部分で9割方対応できるところまで強くなっちゃったんです。スポーツの勝ち負け通りで強いでしょ。これが淡井圭介です。その辺のところと我が天下とか戦国風も一時的に結びつけられたりする部分もあるんですけども、何を言ってるんですか。スポーツ業界第一次世界戦争で日本負けた後、東京オリンピックあったでしょ。あれで日本中で世界、各都道府県で総合運動公演から始まったんですよ。土地代と建物代計算したら1兆円以上使われてる。日本中で。そこで、回収していって、さらに椅子を増設していったその工事費とか一回ちょっと見せてみなさいなと。どうせ2兆円とか超えてるでしょ。みんなの持ち物にされてるんですよ。税金で各都道府県とか市町村とか、市とか、県、都道府県の持ち物とかにされてるんですよ。都道府県レベルで総合運動公演化してるのに人口規模多いところが市レベルごときで総合運動公演化して、いろんなものあっちこっち、サッカー場とか陸上競技場、それも神戸にユニバースタジオっていう、ユニバーシアードっていう世界的な大会を僕が子供の頃が生まれてくる前に行ってるのに、約4万人ほども入って電光掲示板という立派なものがあるのに、神戸ウイングスタジアムを作ってしまった方なんですよ。神戸が間違えて、阪神淡路大震災で被災者の人たちの全壊した住宅がほったらかしになってるのに作ってしまった方なんですよ。神戸市の役人の人たちが分かってない議会含めて、本当に。これが、その頃 GDP 世界第2の日本の実情なんです。そこから頑張って正常化へ向かって、なんとか巻き返しを図ろうとしてる。ね、わかったでしょ？淡井圭介と一緒に働いたことある人間で、法律に強い人間しか日本では総理大臣になれないんです。本当に。そういう人たちで物事を変えていかなかったら、もうどうにもこんにもなれない。このままだったら世界中おだぶつしちゃうんです。本当に。20年後か30年後から石油止められるところは止められて、物流止まって、飢え死に同じ民族同士で食料を奪い合いしたところで、3日後なんかもうみんな同じですよ、立場。本当に。だから全力でみんなで、進めれる部分は全力で進めなきゃならない。これが本当です。気合の入ってるアスリート業界、本当に動いてくださいよ。太陽光パネルの設置だとか、河川の土砂のかき出しだとか、あんなも石油使ってる余裕ありませんからね。石垣組むんだって力持ちの人たちが何人か、10人集まった方が喋るかより早いですからね。あんなものに建物の解体でいちいち出てきた木材を玉結びって言って、牽引ロープみたいなもので、あれも
金属製のものですよ。あれでくくってゆっくり持ち上げてトラック積み込んでるところ見てみなさいな。力持ち、僕が投油管中身に入って投油管4管同時持ちにできるような筋力を持っている人間からすればいいですか。1日の労働時間、正直7時間45分あると思いますよ。休憩時間等々含めてね、あんまり暗く なってまで仕事してちゃ危険ですから、それはそれ。多分横にこう棒を持ったら持ったり振り回した時に誰かにボコンってぶつけちゃう時ありますから、だから2人で持って、そうすればね、休憩時間間に入れて7時間45分働ききれるでしょ。一瞬だけ持ち上げるなんか大抵の人間できるんです。だけどもそれを一日中積み込んだりとか流れ作業でした方が早いから、ここを積んで先に解体して積み上げてもらっておくでしょ。そこを順番にトラックで積み込んでいけばいいんです。で運ぶ、でその次の回収地点へ行く、で乗ってる時が休憩時間みたいなもの、それは別で休憩時間を得ないと食べ物を食べる時間なくなっちゃいますよ。本当に僕もシューバ株式会社で給油時間にあれ食べ物食べてましたからね。ずっと10キロとか売れてた時代、6キロでも本当にそうなりますから。6キロっていうのは6000リッターです。それぐらいの頃でもそんな風になりますから。これが我が天下戦国富豪のプレイヤーの皆さんへの、いろんな言葉、最初画面開いた時に戦国富豪の方が後から作った方だからもうすぐにねゲームの入局画面に入るようになったんですけども、我が天下に関してはスタートするを押さなきゃ先進まない。で間のロードの時間に友達第一、天下統一は第二とか、ああいう風なね画面の向こう側にいる方のことも考えましょうという、ああいう言葉のワードも考えたのは僕なんです。それを、別校さんの方で、使用してもらってたんですね。僕と組んだ方が中国を儲かるでしょ。 2.5% なんか削ってる場合じゃないんですよ。そんな暇あったらどんどん世界進出してください。世界中の政府が僕のこと知ってますから、経団連レベルの世界のいろんな国を多分知ってる人は知ってますが、淡井圭介って、でそこを言ったらいいんです。淡井圭介さんの作った作品ですよ。でそれで進めてもらったらいいですから、その方が話早いんです。書類が積み上がらなくて済みますから。こういうことです。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。そのお金を元手に僕人生整えたりとか、もちろん他の権利もののお金もいただきますよ。それで、河川水門開閉式だ、もう発電進めれるところは進めて、メーカーさんとかにも、大企業の純利益、大きな純利益上げれてるところはどんどん地下水流トンネルの方投資してください。河川水門開閉式だ、もう発電、僕人じゃ絶対無理ですから。手伝ってくださいねっていうお話なんです。もうそれも世界中で本当に行いましょうということです。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。